こんにちは、ネクストサバイバルでございます。ちょっと前のビデオでなんかちょっと英語で話してみようかなと思って英語で話したりしたい。今日はなんかちょっと疲れちゃったんで日本語で話そうかなと思ってます。なんで疲れたかっていうとですね、まあこれから今ちょっと開封動画、オズモポケット3の開封動画するんですけど、まあ、今ちょっととあるプロジェクトを抱えていて、まあ、別の国に行ってですね、今夜なんですけど、夜8時ぐらいに羽田に着いてですね、今、帰ってきてシャワー浴びて、はぁーって感じで、なんかずーっとまあ日本語話さない環境にちょっといると、僕はなんていうかな、ちょっとなんか一回ハイになっちゃう感じがあって、このなんか気分的にですね、こう、なんかなんて言うんでしょうかね、まあ自分の、まあ英語話してる方が気持ちがいいっていうのもあるんでしょうけど、少しこう肺気味になってしまってですね、日本に戻ってきてなんかこう日本語がこういっぱいこうあるような空間にこう行くと、もうなんかイミグレーションとかもそうだったんですけど、イミグレーションとかでも日本語の空間がたくさんあるとですね、なんかこうふーって感じでなんか疲れちゃったりとかして、今はなんかああ日本だなみたいな感じのちょっとなんか気分的に落ちてるモードでございますということで、これ一生懸命開封動画しようかなと思って、で今これ撮ってるのがですね、 α7S3 もずっと α7S3 をこうテーブルの上のこうなんていうのマウンターつけてずっと撮ってるんですけど、まあ、α7S3 ってもやっぱし業務ではもう欠かせないぐらいね、今もずっと使っていて、で大体もう 24mm の画角かな、でまあ大体オートかマニュアルでまあ撮るっていう感じですね。で動き物とかはやっぱりα7S3 一番いいんで、もうなんか本当安心して撮れるなっていう気がします。でもなんか喋りながらだんだんもうどんどんこうやっていきますけど、それでなんでこう、まあ、オズモポケット3買ってるのっていう話なんですけど、まあ今もう YouTube 界隈だと多分もうなんかオズモポケット激推しじゃないですかね、カメラの系の人とか。で別にこう激推しだから別になんか自分でこう買おうかなって思ったわけでもなくて、もうなんかねあれですね、 α7S3 そのものも、まあ、今リリースされても4年くらい経つのかな、コロナの時に確か出たんですよね、2020年だったかなぐらいに出て、もう4年ぐらい経って、まあ出た時に僕すぐ買って、でもともと α7II かな、2をずっと使ってて、でやっぱ暗所に強い方がいいよねっていうところで購入してですね、もうずっと使ってるんですけど、もう本当なんていうかな、もうこれ以上望むことはないかなっていう状況ですよね。まあ 8K が世の中でこう普及してきたら 8K バンバン行ったらいいと思うんですけど、まあ、8K まではちょっといかないんじゃないかなっていうかですね、コンピューターアルファ、MacBook にしても何にしても 8K まではちょっとたどり着かないんじゃないかなっていうのは今思ってるところですね。もちろんね10年くらいのスパンでいく可能性はあるんですけど、それでもこの中はもう何も入ってませんこれケースだけでした。それでもなんか8K がいいなって言ったらやっぱ 8K 撮ればいいと思うんですけど、 8K をですねやっぱ再生する機会が今ないですよね。で Mac のモニターでもあれ 5K でしたとかなんで、まあ 8K 撮ってもしゃあないでしょうっていうところになると、まあ 6K かみたいな話で、 6K もブラックマジックのエルマウントの新しいやつ僕あれ買いましたけど、もあれももう重すぎて持ち歩けないし、じゃあなんかこう持ち歩くカメラっていうのってまだなんかなんていうかな、最適な答えっていうのはじゃあ何なのって言って、やっぱ iPhone だったりとかするんですけど、 iPhone ってやっぱりその旅先でもそうだし普段でもそうなんですけど、バッテリー持たないですよね。あれカメラで使えるのかっていうとやっぱ全然使えないし、iPad のファイナルカットが出て、まあなんかちょっと iPhone でカメラ使えそうだなって気はなんとなくしてますけどね。まあそれでも、まあちょっと難しいかな、今現時点ではすぐにはちょっと難しいのかなと思って、まあなんか今もオズモポケットかなっていうところでオズモポケット買ってみたんですよね。
でこれ自宅でまあ使うことは多分ほぼないかもしれないですけど、まあオズモポケットでちょっとずっとやりたいなと思ってるのは、1インチのセンサーでこうガンガンこう街中を撮っておいたりとかですね、あとあの子供とかと一緒に旅行行った時に使えるような Vlog 的な要素ですよね。これどうやって入れるんだろうVlog 的な要素も含めて、あらこれどうやって入れるんだろうやり方は上がりませんこれどうやって入れるんだ、あこっちかな、え、あちょっとこのマニュアル読もう、これなんかいろんな人たち、あれだ SD カードもちょっと足りないな。今何の話してました。そう、用途的にはですね、Vlog だなっていうところですよね。まあ、当然 Vlog カメラなんで Vlog 用に使うんでしょうけど、でもやっぱり、うん、Vlog 用にちょっと使いたいなっていうふうに思ってます。で、これが、まあ、中に入ってるものは、本体。で、これが、今これクリエイターコンボですね。このマイクがついてる、これものですね。これなんだ？これがマイクなのかな。でマイクの方はですね、これもう一個ちょっと買わなきゃいけないなと思っていて、もう子供と二人で使ってる時に二人用の、あこれ下だな、あマイクの方がちっちゃいんだ、下よりも、なるほどね、へえ、これ今レッグ回ってるか、回ってるな、えこんなちっちゃいわけですか、こっちじゃないか、これなんだ、えこれと2つあると、なんかどっちかがこれエッグでき、あなんか、あ手に入っちゃった、なるほどですね、これなんか外すような、こんなで、これが三脚でしょ、え、あったこんなちっちゃいんですね、これマイク、これがですねちょっとすごい気になっていて、これをもっとちょっとうまく活用して、やっぱり今もう音を取るのすごい大変なんで、まあ、今僕はあの32ビットとかいろいろこういうのとかですね、いろいろ持ってるんですけど、まあ、音を取るの仕事なんで、まあ、それをいっぱい持ってて、で、まあ、最近買ったこれですよね、ティーンエンジンエンジニアリングの CM15、 これをここにこうつないでやろうと思って買ったんですけども、一人あのヘンリーっていう YouTuber がちょっと先やっちゃってて、もうくっそーと思ってるんですけど、まあこれが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。でこれが 160g だったかな、で持ち歩けてコンデンサーマイクで基本的にはもうノイマンのレベルの音が取れると。で今あの収録はですね α7S3 の内蔵マイク使ってますけど、まあ、今度ちょっとこれでとこれでやってみようかなと思っていて、思っている次第でございます。どうでしょうかね、これでこのモフモフウィンドジャマーがついてるって感じですね。おー、何でもついてるんですねこれね。ウィンドジャマーが、あウィンドジャマー、これソニーさんのとかと同じで、あれですね、外で歩く用のにはですね、この 3.5mm のジャックに挿すみたいな、そういう感じですね。あこんな感じで3っていうのかわいい3点、これめっちゃかわいいな。 3.5 ミリのところにこうプスッと刺すっていうだけですね。でこれなんか確かなんかどっかにマグネットがなんか一個ついてるな、あこれだ、マグネットがあって、これあれですね、これ開封動画ちゃんと撮っとかないと、もうこれ後で手放すとき、これマグネットじゃないか、あこれこれか、これ何使うんだろうな、これミストフィルターかなんかだったかな、ちょっと見てみようかな、このマグネットが確かついてたような気がしたんですけど、これがいたこれめっちゃちっちゃい、何このポーチが、ちょっとね実はあのなんかいろんな人の開封とか見ててこのポーチがいいなと思ってて、こういうその機材って持ち運ぶの本当大変なんですよね。でなんかバッグもまあこれ用にちょっと持たなきゃいけないのもそうなんですけど、でこれ音周り映像周りもこれだけで撮れると、僕はもうあとはもうライカとこれみたいな感じでいけるんじゃないかなと思ってますね。で三脚はもしかしたら、これ何の三脚、何がついてんだろうな、いけるじゃん
もう一個ちょっと CM15 の3曲買おうかなと思ってたんですけど、これはこれでなんか代用できそうな感じですね。こんな感じで、ということでちょっと使い方を見てみないと分かりませんっていう感じで、今はこれ開封までここまでにしようかな。でこれ一番このケーブル、これは多分普段持ち歩いてるんで、これ多分使わない。これ中入れちゃいます。はい、中入れて、もう今日ね、もうほんとちょっと暑いとこから帰ってきて、まあ、日本暑いからって言って暑いのかなとかと思って、身構えながらちょっと帰ってきたんですけど、全然暑くないんで、あ、こんぐらいで暑いだって言ってんのかなとかと思って、ちょっとなんか、ああ、やっぱなんかマスコミって、まあ円高じゃない、円安の時とかも思いましたけど、なんかマスコミって適当なこと言ってんなって思いますよね。あれが暑いだ、これが暑いだとかって言って、安いの、高いのとかって言って、今日もね、なんか僕普段どっちかっていうと、まあ、仕事で行くときも、なんか旅行で行くときも、結構ね、デブ症っていうか、あんま外出ないんですよね。外に出て、なんかどっか行ったりとかも全然しなくて、ホテルで、まあなんか仕事してたり、仕事してるときはもうほぼなんかホテルにいて、で、どっか行くっていうのもほとんどしませんね。で、行かないで何やってんのって、まあなんか結構ホテルで、なんか久しぶりにジム行ったりとか、昨日はプールで泳いだでしょ。で、まあそんな感じでプールで泳いだりとかですね、ちょっと歩いてみたりとかですね、まあホテルの中をですね、歩いてみたりするぐらいで、実はなんかこう、あんまりこう、あっち行ったりこっち行ったり実はしないですよね。で、こんな感じで入るんだよ。ほんで、実はなんかこう、あんまりこう見ることはなくて、で、見るものもあんまりなんか普段はなくてですね、これちょっと後でセットアップします。見るものもあんまりなくて、普段はもうなんかタカ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 歩いて、ジムでトレーニングして帰るみたいな、感じの生活なんですけど、外国にいるときはですね。でもなんか今日は、なんか円安がすごいこう、なんかやっぱ自分の中でも、気になってるって言ったら変なんですけど、本当にこのまんまで大丈夫なんかなって思うところすごいあって、もう、なんて言うんですか、極論言ったらもうなんか、さよならしなきゃいけないぐらいなレベルなんじゃないんですか、みたいな。日本脱出した方がいいんじゃないんですかって思うぐらいの、状況なのかなっていうふうに僕は思っていてですね。で、これ結構いいですよね。ちょっと全然話違いますけど、これストラップがこうついてますけど、これ僕はストラップは使わないで、ここはですね、アンカーの、リンクを使う予定ですね。こうストラップがこうビランビランこうついてるのがやっぱ嫌なんで、アンカーですね。このアンカーを使おうかなと思ってますね。これ入るかな？入るのかな？これ入らないと、なんかあれですね、ゴムかなんかで、ゴムじゃない、紐かなんかで取りながらしないといけないのかもしれない。ちょっとこれ後でやります。入らないかな？これ SD カードですね。なるほど。すごい軽い。もうこれだけでいけるとなると、やっぱり、いいね。もうなんかカメラ持ち歩くのバカらしくなっちゃうっていうか、もういらんな、みたいな感じですね。で、まあバッテリー、これ下が、これがバッテリーグリップになってるんですよね。長物やるときはまあバッテリー持てばいいんでしょうけど、まあ旅行行くときは多分必ずこれ持ち歩きますね。これ下で、普段こうやってなんかやるときはこういう感じでしょうね。これきっとこの、三脚の穴って結構これ、筐体にこうガツッと入れなきゃいけないんで、多分このコネクタの方を優先したんでしょうね。USB-C の方のデザインっていうかポジションを優先して、この USB-C ってもうこのサイズだとこんなの基板入ってるんで、これ入んないですよ。この三脚の穴、三脚のメスの方ですね。こっち側ですね。これってすごい大きくて、まあ、ポロってこれだけボコって抜けちゃったりとかすると困るんで、ボディにこう大体くっついてるんですよね。ボディのこの中のフレームとかにこうくっついてて、まあ、取れないようになってるんですけど、まあ、そういうふうにやるスペースもないぐらいこうスペース削ってちっちゃく持ってったっていうのは、なんとなくこう触ってると感じますね。でこれが
9万いくらだったのかな、うん、で DJI のストアで買って9万いくらだったんで、やっぱりなんか今もう円安になってるので多分もう一回ぐらい値上げすると思っていて、で値上げ前にちょっと買っとこうかなと思って買った次第ですね。うん、ということでちょっと一回止めましょうかね。はい、うん、まあ本当に円安が円安だってちょっとみんな言ってますけど、もうなんかね、うん、まあ煽っちゃいけないっていうかそういうわけじゃないですけど、もうなんていうかな、うん、もうなんか人は人っていうか、もう、うん、自分の努力でどうにもならないじゃないですか円安って、うん、なのでまああんまり気にしないっていうかですね、もう自分のやりたいことどんどんやってる方がいいのかなっていうふうに僕は思います。はい、というところで今日は、はい、ありがとうございました。これこれ自分で開封動画をもう一回見直さないとですね、きっとどういう風にしまっていいのかわからないぐらいピッチピチでございます。はい、ありがとうございました。オズモポケット3の開封動画でございました。ありがとうございます。